はい、皆さんどうも竹中雄大です。はい、ということですね、はい、今日はなんとこちらじゃじゃん、県明女子学院高等学校中学校来ております。はい、はい、まあ、ここなんとですね、私のジモティでございます。ジモティですね、はい、地元姫路の女子校です。はい、女子中学校女子高校の中高一貫ってやつですわね。ということで、まあ、何しに来たんかというところでございますけれども、はい、もう今日はすごい企画でございます。はい、もしも新任教師がノーベルプライトの候補だったらまたやっていきたいと思います。イエーイ。いや、面白いでしょ。え、新任教師ということですか。あ、だからもうちゃんと今日セットアップで、ね、来させていただいてます。まさやはね、ちょっと見てみや、これお前だけ、俺と違いすぎやろ、お前どうなってんの、ね、島の人まさやもね、この後ちゃんとこれ着替えますからね。はい、ますよ。ということで、でね、ちゃんとゆうすけもね、こうやって、ね、今日はもうスーツを着てきてる。ゆうすけちゃんと偉いな、はい、ちゃんと着てきました。ちゃんと着てきたんですけれども、はいはいはい、あの髪の毛といいピアスといい、いや、そうやねこいつだけな、ちゃんと新任教師しかないのよ。もう俺も俺だって、いやいや、思ってもなかなかよ、はい、ちょっと危ないですけれどもですね。ということで、まあちょっと中入りましょう。はい、もうこれマリア様がお出迎えいただいてますから、はい、あちらへ。キリスト教の学校なんで、ね、そうですね、はい、まあ、ということでちょっとね、まず今日の流れを説明したいなと思うんですけど、はい、この企画、まあ、先生はもちろん知ってまして、で生徒は皆さん知らないです。で、生徒会長だけ知ってるんですね、はい、生徒会長が、まあ、2学期から新しい新任の先生来られるんで、今日ちょっと最後終業式なんですけど挨拶来てもらいましたということで、まあ、僕が舞台袖から現れると、教壇に立った瞬間に歌い出すっていう、うん、それでうおーみたいなにしたいから、変装グッズ持ってきました、はい、なのでまずメガネをつけますと、はい、メガネつけますね。あ、先生っぽい。おお、ちょっとエリート感増したかもしれない。先生っぽいでしょ。で、ちゃんとマスクもつけます。はい、これで完璧でちょっとあれやね、めちゃくちゃうさくさいぞ。先生にしてはうさんくさいよ、ね、うさくさいな。そんな気質する俺も。だ、これで今日は現れてはい、ということで、まあ、やっていきたいなと思いますよ、はい、どうですか、大丈夫そう。で、生徒ももしかしてちょっとん、この先生大丈夫かな、新任の先生ちょっとやべえやつ来たかもしれない、ね、まあ、だからまあちょっとね、うまいことバレずに頑張っていきたいなと思いますから、ね、よろしくお願いします。お願いします。うどうぞ、新任の先生チャンスに、うん、ありあり、大丈夫。先生、見つけんの、まあ、信じたを切り開いていくと思います高校生徒会です。今学期も生徒会へのご協力ありがとうございました。皆さんに本日お集まりいただいたのは、2学期からお世話になる先生を紹介するためです。では挨拶をいただきますので、皆さんは大きな声を出したりせず静かにしてみましょう。ではよろしくお願いします。
ありがとうございます。県外の皆さん、はじめまして、新任教師です、ノーベルブライトというバンドをやってますボーカルの竹中雄大と言います。よろしくお願いします。実は、僕ら姫路出身ということで、まあ、縁があって、ちょっと今日は YouTube の企画を撮らせていただいてまして、もしも、新任教師が、ノーベルブライトの竹中雄大だったなという意味わかんないやつを撮っておりました、まあ、今日はあれですか、終業式ですか、明日から、まあ、夏休みが始まるということで、まあ、この1月ですかね、ラストに、まあ、いい思いを作ってほしいなということで、短い時間ですけれどもね、ちょっと、まあ、歌を歌いに来させていただきました、なので皆さんね、楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。実はもう普段ですね、バンドのボーカルで、楽器など演奏しないピンボーカルでライブをしてるんで、弾き語りを普段やらないのでやるんですけど、せっかくなんでちょっとやってみたいなと思うんですけど、いいですかね。まあ、時間もあまりないので、次の曲もちょっとラストになっちゃいます、はい、ということで皆さん楽しんでもらえたらなと思います。まあ、せっかくなんで投票で決めますか。投票で決めますか。2曲のうちのどっちかやります。まあ、知ってる方とか好きな方とか、どっちも知らないって人は、名前が題名的にどっちがいいかなみたいな感覚で手を挙げてもらえたらなと思います。最近新曲で愛とか恋とかという曲を出しました。その曲をやるのか、Walking with you という曲をやるのか、どっちの方がいいかなと。あ、これ多分 Walking with you っぽいね。愛とか恋とかが聞きたいよって人、もう次聞かなくても大丈夫なんで Walking with you やります。それでは聞いてください、 Walking with you。Ooh.
夏休みをお過ごしください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日はお越しいただいて本当にありがとうございました。実は普段からノベルぐらいを聞かせていただいていて、ラに来ていただいてこんな近くで歌が聴けるとは思っていなかったので、今はすごく感動しています。ありがとうございます。よろしければなんですけど、少しだけ口笛とかお願いできたりしませんか。生徒会長の言うことなんて聞かなきゃいけないですね。よろしくお願いします。口笛って言ってもいきなり何こいつ口笛吹くねんって感じかもしれないですけど、僕は実は世界大会で優勝したことがあるんですね。はい、なのでちょっとそれをやってということです。そうそうそう、前振りじゃないかな。いきなりね、男がいきなり口吹き出したら意味わからないしね。はい、ということでちょっとよろしくお願いします。じゃあ、そうですね、僕が得意な、わかるかな、高校生の情熱大陸のテーマがわかりますか。トゥン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 です。わかりますか。あ、すごいな、世代を飛ばす。じゃあ、やらせてもらいます。高校生の頃の時にアンプの接待をユウスケが見せて、何してんねんっつってユウスケへこんでますということで、次は中学生バージョンで、はい、全く同じことやりますけど、中学生と高校生とでどういう反応の違いがあるか楽しみです。確かに。しかもさっきさ、はい、ウォーキングとはいとか声とかね、ウォーキングとか聞いてみて、まあ、聞いてみるか、うん、出てきた瞬間さ、さっきさ、高校生さんこれとこれって全く気づいなかったな、俺って。確かに、だって分からんやろ。皆さんに本日お集まりいただいたのは2学期からお世話になる先生を紹介するためです。では挨拶をいただきますので、皆さんは大きな声を出したりせず静かに聞きましょう。ではお願いします。
ありがとうございます。皆さん、はじめまして、新任の教師です、ノーベルプライズのボーカルの竹中雄大と申します。よろしくお願いします。ということで、まあ、いきなり、ね、あの新任の教師が出てきたのにいきなり歌い出して変な変なやつやなと思ったかもしれないですけど、実は、今日カメラとかが入ってるんですけども、YouTube の、ね、企画を撮ってました。なので、こちらの動画がまだ後日、YouTube がアップされますので、ぜひ見てください。実はですね、これさっき同じことを高校生に仕掛けました。はい、で、今は中学生ということなので、はい、すごい皆さんね、喜んでもらって嬉しいです。ありがとうございます。では、先ほどちょっと中学生、高校生にも、アンケートを取らせていただいたんですけど、まあ、もちろん僕らたちの曲で知らない、人もいるかもしれないんですけど、ちょっとどっちかをやろうかなって思ってまして、最近新曲を出しまして、愛とか恋とかっていう曲を出してますね。知ってます知ってます、愛とか恋とか。で、ウォーキングウィズユーっていうのがあるんですね。どっちをやろうかなと。じゃあちょっとね、拍手してください、どっちが聴きたいか。まずウォーキング水を聞きたいっていう人は拍手。何とか声を聞きたいって言いました。これはもう俺は実はね、高校生に同じこと聞いたらね、高校生ウォーキング水の方が多かったんですよね。いやなんか嬉しいね、あの最近出したんで。じゃあやります。それでは、最後にお聞きください、アイテム。竹中雄大さん、
本日は素敵なステージをありがとうございます。竹中さんの歌声が素敵すぎてとても感動してしまいました。またもしよろしければ新任教師として県明女子学院に来てください。最後に一つお願いがあって、よければ口笛を吹いていただけませんか。さっきもなんですけど、ね、実は高校生の時に、左口笛を吹いてくださいと言われてもね、なんで口笛吹くないって感じですよね。実は僕は口笛の世界大会というのがありまして、10代の時に優勝したことあるんですね。はい、そうなんですよ、口笛の世界大会。なので、まあ、吹いてということらしいんですけどね。俺が中学生の時は AKB やったけど、K-POP や K-POP。K-POP ね。僕はいつも口を継ぐんだ。
頼りない僕でごめんね。けど誰よりも君を思う気持ち負けない。愛してるさよなら。中学校と高校生でやっぱ反応も多少違ったりとか、ね、うん、めっちゃ大きい声出さん撮ってって一応言われてるからこう頑張って抑えようとはしてるけど、でも溢れ出ちゃうこのあれみたいな、うん、なんかすごい良かったですよね。ほんまに良かった良かったね。かったしかも中学生とやっぱ高校生で意見が分かれたのも良かったし、確かに確かに、ほんまに、うん、まさかのアンコールもあって大ボリュームでしたけれども、うん、あのまあ、新任教師ということで、うん、これからはね、ちゃんと働いていこうと、はい、まあ、科目に関してはそうです、私あれでいきたいと思います。ないんかい。面白いこと思い浮かばなかったので音楽です。ほんまに普通になって、はい、でもさっきね、あの生徒さんにね、終わった後ちょっと喋った時に言われましたよ。あのいきなり歌い出してすぐ俺ってなるのにちょっとみんなやっぱ時間かかったらしくて、だからみんな結構見合ってたよ、ね、みたいになって、で見た目あんな感じだったから、初め新しい音楽の先生がいきなり歌い出してなんかちょっとトリッキーな自己紹介したなんかなってなったら、徐々に徐々にあれやっぱそうやんなみたいになって俺っていうことが分かったって、であれも開いた時に確信、そうね、名前出てくる、そうそうそうっていう感じだったから、まあすごいなんかいい感じでね、リアルに見れてよかった、いいサプライズになりました、ね、はい、うん、よかったですね、はい、お花もいただきましたから、はい、ということで、まあちょっともしも新任教授だったらということで、これからは、勉強の方も頑張っていきたい勉強思いますけどね、よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で終わると思います、はい、この動画がええな、いやええなというか新任教師なってほしいという方はですね、はいで、はい、なってほしくなかったとしても、はい、はい、そうですね、グッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。こんなにも